はい、どうもエルです。それではゼルダの伝説トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて、多分次はダンジョンかなと思ってるんだけど、こっち今抜けてきたところか。あ、松明。あー、松明使う感じかな。こうなるとエッグショットにしとこっか。そうだね、やっぱ松明使うんだな、このマップはね。ってなると足りるかな、油。50ルピー。もうこれ以上いらないんだな。そうだね、これ以上、そうだな、お金いらないんだよな。使い道今のところないからね。さあ行こう。マリー地獄あって、はいはい、奥まで行けるわけだね。砂漠の処刑場。バムっぽいなボス。意外と来ないね。あー、これでオッケー。はいはい、トンって飛んで次こっち行って、なんかもう引っ張られそうな気がしてね。2発ね。よし、了解。あいつ嫌だな。曲もずっと鳴ってるからね。あー、しかもどんどん沈んでいく。よし、しゃべねー。お、あー、引っ張らないとダメ。急にスケルトン来たな。ほい。あ、いいね、いいね。時間制限はなし。よしよしよし。ちょっと待って。あー、危ない危ない危ない。いやー、マジか。めっちゃ足吸われていくなぁ。お、つくーか。とりあえず、あ、二つ持っといて、いるかなぁ。まあ、いらないときはもう速攻で使って、変えよ。カンテラとフック。あと、今回何が出てくるかね、武器はね。お？小さな鍵。うぃー。
何これ、うわー、なんじゃこいつら。うわー来たねーこれやば、アリ？アリなのか。いや、なんか絶対違う気がするんだよな。うわー、たまったもんじゃねえな。なんか新しいトラウマを植え付けられた気がする。んで、いいダメージ出してくるね、相手もね。はい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 。つけて。の次。これはだいぶ油いるね。ああ、ゴーストかいや、絶対、ちょっと待って、これ絶対そうでしょ？ちょっと待って、ワンちゃん、ワンちゃん。うわー、すげえ顔。これでしか取れないんだ。ちょっと待って。あー危なっちょい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 とどめ失敗するね、ワンちゃんね。ほい。よし。2回。となると、4つ集める必要があるわけか。あと3つだね。これちょっと骨折れるね。ダンジョンマップ。早かったね、今回はね。ゴーストは他にもいたよな。残り3匹は逃げ上がったか。けど何か手がかりぐらいないと地道に探しちゃきりがないな。まあそうだね。確かにきりはないね。めっちゃモヤモヤ出てる。あー、ちょっと待った。カンテラ。お、ハートのかけらだ。やったねー。フックショットで移動はできる感じか。そうだね。フックショット移動できるね。
あ、倒せるだろうね。なんか別のもんいるかな。木でしょ。ほうほう、音だけするね。音だけするね。こうなるとな、これ匂いのマークか。イリアの匂いを忘れて新しい匂いを覚えますか。はい、ボスの匂いを覚えた。覚えれるもんなんだね。まあ上と下、下ん、ああ、いたいた。加えて引っ張る。まさかね。はあ、隠しか。すげえ。あー、ちょっと待った。一回リンクに戻ろう。はあ、一撃ではない。獣になって、なんか今いたよね。ほい、ガブ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 っと。え、倒せる。あ、いけたわ。でも上なんだよね。あ、鍵ゲット。となると、あと戻る感じか。ああ、回さないとダメなんだね。扉は、この二つだけ？ああ、引くしかない。一応これで、進めそうな感じはあるね。あ、今回はまっすぐだ。ここまだ回せれないからね。ちょっと待ってね。思ったより難しいんだ。当たんないんかい。あー、しかも一撃じゃないときたか。ちょっとあれだな。はい、ほい、ほい。そうだね、矢がちょっといまいちだね、このマップはね。
ずらして、これで、上は通れる。あ、いけるんだ。いけたところで、あー、なるほど。あーで、時間との勝負か。ん？誰ロックオンしたの？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。危ない危ない危ない。ミイロコ、明らかにね、いますよ。あるんだよな。さあ何出る。お、コンパス早い。珍しいね、コンパスこんな早いんだ。ちょっと獣になって匂い嗅ごっか。全部回せるんだ。でも小さな鍵がないと。あ、いや、こっち行けるようになったね。行ける？あー、ダメ。あー、それ系ねー。やばいやばいやばい。これ一撃もらう。痛いね。あー、これワンちゃんの方がいいね。なるほどね、戦いやすさもあるな。さあ、小さな鍵ゲット。まあまあ、まだまだ比較的探しやすいね、ギミックはね。いやー、ってことは前のゾーラの神殿が難しすぎるんだ。なかなか大変だったよあそこは。なんか音するね。回転切り使いをしとかないと。永遠に来るな。ちょっと待った。ワンちゃん。いってー。マジでいってー。これはやばい。ほら、この野郎、よく待ってくれたな。ああ。はい、行く落ちないんだよな。スライムちゃん来ないかな。
おーおーおー、青くなった瞬間、ほい、よし、あ、やっぱ一発だ。たまたま倒せなかったのか、最初。さあ、いいねー。で、ここね、一回セーブする。マジでね、マジで、一からなるから、ダンジョン最初からね。いやー。とりあえず半分。ちょいちょい。音鳴るからね、多分近くいるんだろうね。小さな鍵。めちゃくちゃ出るな。ん？どうしたどうした？なんかリンク歩き方もちょっとおかしいぞ。え？ちょっと待った、センス使ってみるか。なるほど。よし、オッケー。はー、マジで見えねえの出てくるな。すっげえな。そっか、やっぱ両方変えれるから一気にギミック変わってんのか。あ、いた。いや違うか、二つ目か。え？いける？今回お宝ない感じかなぁ。あー、ちゅうことは、またセンス使って、奥にいるのは間違いないんだけど、ダメか。そうだね。またお金。いやー、ルピー、財布大きくしたいのはあるけどなぁ。2回掴んだ方が早いか。
こ行くためには、ああなるほど、ただこれだと反対側かー。あ、いける、よし、ナイスー。いやー、にしてもハート少ないなー。いてぃ、なんかそんな気はしたけど。よし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 、あー痛い、あー溝なのハンコだ。ハイラル文字だけじゃないんだ。でなると、あーこれ上がれないから、そうだね、多分あっち行かないといけないんだろうね。うん、了解。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。まあダンジョン攻略なんでね、何回か分けてうまいこと攻略できればなと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。